日ごとの糧、2021年2月23日。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか。誰が我々に変わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。イザヤ書、六章八節。ですから神が私たちを通して進めておられるので、 私たちはキリストの死者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。コリントの神徒への手紙第2、5章20節私を使わせてください、とイザエは言いました。それは自分に自信があったからではなく、神様にそのことのために選ばれ、そのことのために、 神様によって整えられるならきっと大丈夫という意識のもとでの返事だったと思います。もともとはイザヤは全く自信などありませんでした。そしてパウロは使わされたものとして代表的なメッセージを語ります。それは神と和解させていただきなさい。神と仲直りさせていただきなさい。神に許していただきなさいというメッセージであり、 神の愛をしっかり受け取りなさいというメッセージでもあります。こちらの側でできることというのは、神の愛と許しを受け取ること、神の約束を信頼することしかありません。でもそれが全てなのかもしれないなと思います。あとは、神の許しに伴う大きな愛を受けながら生きればよいということになるからです。 福音を届けてくれた人たちへの感謝も大切だとは思いますけれどもでも実際は彼らを使わせてくださった神様にこそ大きな感謝が捧げられる必要があるのだと思います祝福がありますように今日の聖句はその時私は主の御声を聞いた誰を使わすべきか誰が我々に変わっていくだろうか私は言った 私がここにおります。私を使わせてください。イザヤ書六章八節ですから、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの死者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。コリントの神道への手紙、第二、五章二十節祝福がありますように。